2023年第2回日本語能力試験懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。 問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 一番大学で女の学生と男の学生がプレゼンテーションの練習の後に話しています。女の学生はこれから何をしなければなりませんか先輩、プレゼンの練習を見ていただけてありがたいです。他の大学との合同ゼミでの発表なんて私初めてなので、今の私のプレゼンどうでしたかうん。 話す内容が整理されてて、簡潔にまとめられてるって感じがするよ。そうですか。あの、自分で時間を計ってみたら、予定した時間より早く終わるんです。それで、もう少し内容を追加できそうなんですが、説明が足りていない部分はありますか今以上に詰め込むことはないよ。それより、速度を少し落として話す練習をしといて。原稿を読むのに一生懸命になっちゃって、早くなりがちだったから。 聞いている人の理解が追いつかなくなっちゃうよはい原稿は暗記しなきゃダメですか覚えたつもりでも言葉が出なくなることがあるから見ながらやっていいんじゃないわかりました女の学生はこれから何をしなければなりませんか 2番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人は、新幹線の席をどう予約しますか山本さん、明後日私と行く出張の件だけど、部長も一緒に行くことになったから、新幹線のチケット、私と部長の分も一緒に取ってくれますかあ、ちょうど今予約しようとしていたところです。 7時発のがあります。えっと、先頭の車両に4つ空きがありますけど、3人並んで座るのは無理ですね。画面見ていただけますか白いところが空席です。えっと、部長に窓側希望って言われているので、窓側の席を押さえてもらえますかはい。あと私たちの席は、部長も私たちがずっと横にいるより、 一人の方がリラックスできるでしょうから私たちは今空いている残りの2席でいいですよねそうですねわかりました女の人は新幹線の席をどう予約しますか 3番日本語のクラスで先生が留学生に話しています留学生は今日の授業の終わりまでにグループで何を決めなければなりませんかえー、テキストの第4課ではゴミ処理の現状と問題点その対策について日本の例を読みました前回話した通り皆さんには グループで一つの国を取り上げ、ゴミ処理の現状、問題点、対策をテーマに来月発表してもらいます。今からどの国について調べるか、グループで話し合ってもらいます。うちで参考になりそうな資料を探したりして、調べたい国をそれぞれ考えてきましたね。前回の授業で、グループのリーダーや記録係など役割を分担しました。 リーダーを中心に話し合って、授業の終わりに私に報告してください。留学生は、今日の授業の終わりまでに、グループで何を決めなければなりませんか 4番大学で男の学生と女の学生が話しています。女の学生はこの後まず何をしますか中村さん、青葉市の市民文化祭のことだけど、ステージ演奏の出演者募集に応募しようっていう話。二人でギター弾いて歌おうって言ってたやつね。事前選考のための演奏動画の作成が 締め切りに間に合わないって諦めたよね。それ僕の勘違いだったよ。ごめん。応募申請書と動画を同時に提出しなきゃいけないと思ってたんだけど、動画は申請書の締め切り後1週間以内の提出だったんだ。え、そうだったの私もホームページ見たのに気がつかなかった。ごめんね。うん。間に合いそうだから申し込もうよ。パソコンで申請書作ってくれたって言ってたけど、削除しちゃった 残してああるるよじゃあそれ使えるね締め切り明日だから提出任せるね了解動画作成もすぐに取りかかんなきゃ応募する以上は絶対出たいからね女の学生はこのあとまず何をしますか 5番ガーデニングの店で男の人と店員が話しています。男の人は、まず、植物をどうしますかすみません。うちで育てている植物のことで教えていただきたいんです。この写真の葉っぱが手のひらみたいな植物なんですが、最近葉も枝も弱々しくなってきちゃって。ああ、これですか。 写真では日当たりがあまり良くないように見えますが。ソファーの横に置いてるんですけど、あまり日は。これ、日当たりのいい場所を好みますから、日光がよく当たる窓際に移してあげるといいですよ。水はどうしていますかあ、昨日はやりましたけど、毎日はやってないです。それでいいですよ。土の表面が乾いてからやれば十分ですから。はい。あの、 弱ってる枝って切るんですかその必要はないですよそれより元気になったら今より少し大きめの鉢に植え替えてやるとよく育ちますよありがとうございます元気になるように必要なことをまずやってみます男の人はまず植物をどうしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番。会社の昼休みに男の人と女の人があるアナウンサーについて話しています。男の人はこのアナウンサーのどんな点が最もいいと言っていますか男の人です。 ねえ今テレビに映ってるアナウンサー人気があるよねうんいつも柔らかい表情で親しみやすい雰囲気を出してるよねうんそれに声も落ち着いていて聞き取りやすいって言われてるみたいだね僕は声や雰囲気っていうよりは討論番組で司会している時の進行の仕方に感心させられるよそうこの間スポーツ選手にインタビューしてたの見たけどその時は選手が答えにくそうで 質問の仕方がどうなのかなって思ったんだよね。得意不得意があるのかな。僕がよく見る番組ではゲストが言いたい放題言ってもうまい具合に対応してるんだよね。自分が会議なんかで司会する時の参考にしたいって思うことが多いんだ。へえそうなんだね。男の人は。 このアナウンサーのどんな点が最もいいと言っていますか二番おもちゃの会社で課長と女の人が話しています。女の人の企画は何が問題ですか 森田さん森田さんが建てた幼児向けの夏休み親子体験イベントの企画見ました企画書では会場は駅から近いところにしたんですねはい駅に近い方が来やすいと思いましてそれはいいんですが駐車場が子供連れだと車で来ようとする人も少なくないと思いますよ会場周辺に有料駐車場はありますが駐車場がある施設の方が 参加者の数が増えると思うんです。わかりました。あの、見積もりが少し予算を超えてしまっているのは大丈夫でしょうか当日雇うスタッフにかかる費用が高くなっている点ですね。幼児を対象とした企画ですから、安全に実施するために多少のオーバーは仕方ないと思いますよ。企画の内容自体はいいと思うので、今指摘した点をもう一度検討してください。はい、わかりました。 女の人の企画は何が問題ですか三番テレビで女の人が服のリサイクルについて話しています。女の人は着なくなったシャツをどうしていると言っていますか 皆さんは着なくなったシャツなどをどうしていますか捨ててしまうのはもったいないですよね。あまり着ていないシャツなどは知り合いに譲れればいいんですけど、サイズや好みが合うとは限りませんよね。子供やペットの服に作り替える方もいると思います。私は紐状に細く切って、クッションのカバーや花瓶の下に敷くものを編むのに使っています。 着なくなったシャツをリサイクルショップに持ち込む方もいますが、形を変えて手元に残しておくのも悪くないですよ。女の人は、着なくなったシャツをどうしていると言っていますか 4番会社の昼休みに男の人と女の人が話しています男の人は黒い鉛筆だけで絵を描くことのどんな点が一番気に入っていると言っていますか 最近、鉛筆で絵を描く絵画教室に通い始めたんだ。黒い鉛筆だけで描くんだよ。あ、プロの人が鉛筆だけで描いた風景の絵、見たことある。白黒の写真かと思ったよ。まあ、僕みたいな初心者はそうはうまく描けないけどね。道具は鉛筆と消しゴムだけで費用がかからないから、気軽に始められるって友達に勧められたんだ。へえ、でも、 黒い鉛筆だけで表現するのって難しくないうん、確かにね。でも鉛筆なら繰り返し書いたり消したりできるでしょああ、消しゴムで消せるからね。それって他の道具を使って描く絵じゃできないことだよ。自分が納得いくまで何度でも消してやり直せるっていうところが特にいいと思ってるんだ。そうなんだ。 男の人は、黒い鉛筆だけで絵を描くことの、どんな点が一番気に入っていると言っていますか五番ラジオでアナウンサーと男の人が話しています。男の人が、 海岸に流れてきたものを集めているのはどうしてですか今日は。 最近話題のビーチコーミングの話を伺いに桜海岸に来ています。ビーチコーミングをして10年という中山さん、ご説明いただけますかはい。聞き慣れない言葉かもしれませんが、ビーチコーミングとは、海岸に流れ着いたものを探して観察したり収集したりすることを言います。海岸には色い々ろいろなものが流れてきますよね。そうですね。 集めた貝とか、ガラスの破片とかを使って、ペンダントやピアスなんかのアクセサリーを作る人が多いんですよ。私自身は、流れてきた木の枝を拾って、テーブルや椅子なんかを作っています。様々な形のものを組み合わせると、面白いものができるんですよ。そうなんですか。私の友人は貝の研究者なんですが、研究のためにビーチコーミングで貝を集めています。 研究の対象にもなるんですねええまたペットボトルやプラスチックごみも流れてくるので海の悲しい現実を実感することもありますね男の人が海岸に流れてきたものを集めているのはどうしてですか 6番会社の商品開発室でリーダーが掃除機について話しています。この掃除機は他社の製品と比べてどんな点が問題ですか 昨年発売したロボット掃除機グリーンですが残念ながら売れ行きが今一つです購入したお客様からは同程度の価格の他社製品と比べて音が静かで充電の時間が短く吸い込むパワーも強いという評価を受けていますしかしその一方で他社製品は2センチ以上の段差があっても 自動で乗り越えることができるものが多い中、グリーンは1センチ以上に対応できず、これが原因で売れ行きが伸び悩んでいると考えられます。その点についてお客様からも不便だとの意見が多く寄せられています。この掃除機は他社の製品と比べてどんな点が問題ですか ここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、 一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番テレビで動物病院の先生が話しています。いつの時代も犬はペットとして大変人気がありますよね。市販されている犬用のご飯は 栄養のバランスを考慮して改良され、動物医療も進歩し、犬の寿命は伸びています。と同時に、生活習慣病にかかる犬も増えています。犬が元気に暮らすためには、年齢に合った運動や食事をさせることが大切です。そうしていても、病気になることはありますから、定期的に健康診断を受けることを強くお勧めします。 動物病院の先生は何について話していますか ?1。1> 犬の健康に必要なこと。2>, 2。犬が人に与える影響。3。犬が最も多くかかる病気。4。 犬専用の病院を新しく作ること 2> 2番テレビでレポーターの女の人と村の職員が話しています今日は南村に来ています大変自然が豊かですねこちら南村は 移住をを希望する人の受け入入れれに力を入れているそうですね。はい若い人が都会に出て人口が減ってしまったのでその解決策として始めました移住希望者のために求人や空き家の紹介もしていますそれはいいですねそれから移住にかかる費用を一部補助しているんです例えば空き家をリフォームする費用や車を購入する際の費用です お子さんがいる若い世代の方なら他にも補助が受けられますそれは助かりますね村での生活を体験できる施設もあるのでぜひご利用ください村の職員は南村の何について話していますか 1, ?1 移住希望者の世代の変化 2移住を希望している人への支援3移住についての注意点4移住の費用を申請する方法 3>, 3番リンゴ農園で 農園の人が見学に来た人に話しています。ご覧いただいているリンゴの木。今、収穫の時期を迎えています。木に備え付けてあるのは鳥の巣箱で、フクロウが住んでいます。昔は、フクロウは木に開いた穴に巣を作って住み、リンゴの木をかじるネズミを退治してくれてました。でも、農作業の負担を軽くするために、 リンゴの木が低く細く改良されたことで、フクロウが巣を作れなくなり、ネズミによる被害が増えてしまったんです。そこで、地元の農家と大学の農学部が共同で巣箱を設置したところ、フクロウが戻り、ネズミの数を減らすことに成功しました。 農園の人は何について話していますか ?1、1> リンゴが収穫できる時期の変化。2>, 2、美味しいリンゴを作るための木の改良。3、リンゴを鳥から守る方法。4、 ネズミの被害を減らすための工夫。四番。医療器具の説明会で、医療器具メーカーの人が話しています。日本では高齢化社会が進み、介護を受ける人が増えています。それに伴い、介護をする人の負担が増えています。 そこで開発したのが、この車椅子です。押す人の負担が減るよう、自動補助システム機能をつけました。また、こちらのロボットスーツは、介護する人の動きを電動でサポートする機能がついています。これにより、介護する人の腰や膝にかかる力を減らします。私たちは、このような商品の開発に取り組んでいます。 医療器具メーカーの人は何について話していますか 1, ?1 介護用ロボットの開発における苦労 2, 2介護用品の価格の上昇3介護する人の負担を減らす技術4 車椅子の使用で起きやすい事故。五番、ラジオで和紙を作る職人が話しています。私は和紙、伝統的な日本の紙を作っています。和紙を作る職人になって10年になりますが、職人になる前は、 和紙について特に興味はありませんでした。それがたまたま見に行った明かりの展覧会で電球の周りを和紙で囲んだ明かりを見たんです。その時、和紙を通して見る光の柔らかさ、美しさに感動しました。和紙の持つ奥深さや可能性を感じました。それで和紙作りの技術を一から学びたいと思い立って、 和紙の職人を探し地元にただ一人いた職人の方に弟子にしてもらったんです職人は何についいてて話していますか和紙を作る職人を目指したきっかけ 2, 2和紙のいろいろな活用法 和紙を作る職人が減っている理由和紙を作る技術を守ることの大切さ問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず 文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番 1> 森さん、明日もアルバイトに来てもらえると助かるんだけど。1来られる人見つかったんですね。 2>, 2、6時以降ならできますが。3、いえ、気にしないでください。2>, 2番、さっきの映画、僕、泣かずにはいられなかったよ。1、ほんと泣ける映画だったね。2>, 2、 確かに泣くほどじゃなかったよねえー、泣いちゃえばよかったのに3番工場長本日本社から専務がお越しになると電話がありました本社には私が行くんですね 何時頃来るって言っていましたか今日中に電話すればいいんですね。4番ねえ佐藤さん、私たちが受けた研修、ちょっと物足りなくなかった1 期待通りだったってこと ?2, 2そう僕はあのくらいでよかったけど3知らないことばっかりで勉強になったよね5番中田さん倉庫の電気つけっぱなしでしたよ1 あ、つけてくださったんですね。ありがとうございます。2>, 2。あれつけたはずですが。3。あ、消すのを忘れました。すみません。6番。すごく行きたかったイベントのチケット、抽選当たっちゃったよ。 1, 1えすごい運がいいんだね。2, 2ダメだったんだ。残念だったね。3当たったらいいね。7番暗くなってきたので今日の作業はこの辺で切り上げましょうか。 1, 1作業最後まで終わりましたね 2, 2やはり今日中にやらなきゃいけないんですね3今日はここまでですね8番東動物園に行ったって前言ってたよね 11日,日あれば十分だよ。2, 2時間のことは考えなくていいんだね。すぐ見終わっちゃうってこと ?9 番。 今日の花火大会は延期にしましょう。この雨じゃやむを得ないですよね。1。まあ、延期はできないから仕方ないですよね。2>, 2。やみそうにありませんからね。3。3> このまま雨が止まなければ延期するんですね。 10番。林さん、明日の会議、課長の代わりに進行役を務めてもらえませんか ?1。1> 構いませんが、課長どうされたんですか 2>, ?2。課長がやってくださるなら安心です。3。課長と二人でですか 11番先日ご依頼いただいた件ですが、私どもではお引き受けいたしかねます。1, 1いつ頃お返事いただけるんでしょうか 2, ?2 お引き受けいただけてよかったです。3あの、どこが問題でしょうか 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。市民センターで上司と職員二人が子供向けのイベントの企画について話しています。えー、今年の秋、小学生向けのイベントを行うことになりました。場所はうちの大ホールで。 子供たちが見て楽しめるものにしたいと思います。初めての試みですが、何かいいアイデアはありますか子供向けのクラシックコンサートはどうですか前に見たことがあるんですが、市民オーケストラが楽器の紹介もしながら演奏してくれるんですよ。何人か舞台に上げて楽器の体験もさせてくれました。面白そうですね。あとは、 最近人気の手品師を呼ぶのもいいと思います。手品を見せてくれた後、2、3人の子供と一緒に舞台の上で手品をしたりするそうですよ。でも、どちらも舞台に上がりたい子がみんな上がれるわけじゃないですよね。人形劇はどうですか会場の子供たちとやりとりしたり、みんなで一緒に歌ったりする人形劇をやっている団体がありますよ。ああ、全員が劇に参加できるんですね。 それか、市内のバレエ団に来てもらうのはどうですか普段なかなか見られないですよね。私、子供の時に見て感動したんです。うーん、僕も子供の時に見ましたが、セリフがないからそんなに興味が持てなかったです。そういう子も結構いるかもしれませんね。うーん、そうですね。一部の子供だけ舞台に上がるより、客席からみんなが声を出して参加できるっていうのがいいですね。 そこに連絡してみましょう。今年のイベントとして、どの企画を進めることにしましたか ?1、クラシックコンサート2、2> 手品 3>, 3、人形劇 バレー2番まず話を聞いいてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは 始めます。大学で海外語学研修の説明を聞いて、研修に参加する学生二人が話しています。夏休みの研修では、皆さん大学の同じプログラムに参加しますが、宿泊施設は4つの中から選べます。タイプ1は、大学の学内にある寮です。部屋は4人部屋で、 キッチンやシャワーなども共同で利用します。宿泊費は4つの中で最も安いです。タイプ2は一般家庭でのホームステイです。大学から遠い場合もありますが、生活や文化を体験するには最適ですし、宿泊費も量の次に安いです。タイプ3と4は大学近くのアパートです。タイプ3はバス、トイレ、シャワー付きの 一人用のアパートです。宿泊費は他よりかかりますが、プライバシーが保てます。タイプ4は、他の学生と共同でアパートを利用します。キッチンなどは共同で利用しますが、部屋は一人部屋です。宿泊費は一人用のアパートよりは抑えられます。うーん、どうしようかな。佐藤君はどうするの 僕は、せっかくだし、現地の一般の家庭で過ごしたいけど。いい経験になりそうだよね。でも、大学から遠いところになったら、ちょっと大変そう。それは平気なんだけど、ただ、今回は、宿泊費が一番抑えられるのにするよ。そっか。私は、大学に近くて、あと、自分の部屋がちゃんとあって、プライバシーが守られるのがいいな。 部屋で一人になれればいいから、キッチンとかは共同っていうのにする。質問1。1> 男の学生はどのタイプがいいと言っていますか 質問2女の学生はどのタイプがいいと言っていますかこれで懲戒試験を終わります。